友山展望台か、まあ、車で10分ぐらいなんで、もうここだったらまだ明るいうちに行けるでしょ。あ、これのところ牛トラだったんだ。あ、今日はなんかこのぐる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 してる気がしますけど、今日はそういうパターンの日なんですね。友山は、これかなって、長谷川の方行ったらいい感じかな。友山公園ってなってますもんね。多分、友山公園のところに展望台もあるはずなんですけど、違ったっけな。お、ここ3桁県道ですけど、600人ボルトかな。うん、ね。いい道ですね。ちゃんと2車線ありますもんね。ガッツリと。さっきとこは細すぎるんだけどね。さあ、もう言うと人工メモ公園これ入ってきますからね。お、展望台こっちなんだ。ちゃんと案内が出てましたね。ありがたい、ありがたい。なんとか日が落ちる前にここの展望台までは来れそうですね。あれ、駐車場どこに展望台なんてあった？完全にもう収支も消えちゃってますけど、ん、展望台どこにやった？今は全然それらしき場所がわからんかったけど、あ、今の直前の道路曲がって広場の方に行かないといけなかったですね。こっちはなんか、こっちは海水浴場用のあれなのかな、あれになってるみたいですね。まあ、完全にオフシーズンなんでね、まあ、全然ちょっと止めてみても問題になる。あ、イラストももらったんだ、地元の方もお散歩に使ったし、ここを曲がってでも完全にリゾートホテルだよね。あー、これはじゃあただのホテルだ。この道そこか。あ、その先なんだ。しがしらが美味しげておりますけど、その先のところにどうもあるみたいですね。これでもう全然車が入れないような道なんだ。うん、じゃあ早速見ていきましょうか。一回ちょっとバッテリー変えた方がいいか。よし、ということで、まあ、駐車場を止めてこっからはちょっと展望台の方にスッと行けるみたいな、ね、ちょっと日の明るいうちに行ってみましょう。あった、これか。ここから展望台に行けるんだ。完全に歩道だね。あ、結構溝とかもあるから気をつけないといけないね。よし、かろうじて舗装されてますけどね。よし、これはこれどう考えても宇方から歩いてくる場所じゃねえっつうのね。なんで本当に宇方駅にあんだよね、これの案内は。バスも来てないもんな、すごいね。なんでこんなところ郵便局のマークは。この
のマークがある場合はね、郵便ポストが当たったよとかそういうわけではなく、停止所のマークなんで、もしかしたら電話回線とかが走ってますよっていう時とかにも使えますからね。だから今でも電波法のマークに郵便マーク入ってますからね。あれはカタカナの停ですからね。そうそうそう、よいしょ。ここに休憩所とかもあったらしいけども、これはちょっと今は乾いてない感じですね。塞がれてますもんね。展望台、でもここから展望ってできるの？なんか木々が生い茂ってるけどね。お、お、お、展望できる。あ、すごい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 。あれ？あ、こんなところに三角点もあるじゃないですか。ここは三角点あるんですね。いやー、よかった。もうこれで三角点も見たことにしとこうかな。青山の。もう絶対こんな明るい時間に来やんもんね。東青山なんて。ということは、結構綺麗じゃん。あれ？これ綺麗じゃないか。いいじゃないですか。多分これね、イノシシが荒らしたんでしょうね。この辺り、なんかイノシシっぽいな、ですけど。あ、こんなとこにも稲荷社の跡とかがあったりするんですね。ちょっと、これから、中入りなんですけど、見てもらって。いやー、友山、暗殺マップ、こういう風にね、あって。ここからずっと見れるらしいですね。浜坊、日の遊歩道を歩こう、見る、聞く、あ、遊歩道、そう、いろいろ五感で楽しめるんですね。で、おたりとかダメですか、なんか、そういう方にはダメですか、注意は。マムシマジかマムシいるの、スズメバチもいるの、あれ、漆ね、ああこれはかぶれますからね、さあ、しかし、あ、きれい、あ、西日でちょうどいい、いいじゃん、いい感じじゃん、これ、あ、ちょっと、うちにしては今回いい感じの絵が撮れてるぞ。あ、ここは、逆にあれですよ、湾内からこう一望できる感じで、あ、これはこれでいいですね、なるほどね。結構立派な展望台ですね。いや、いいじゃないですか。いやー、結構順調に来れてますね。よかったよかった。さあ、で、これはリゾートホテルとかの方に続いてるっていうのかな。あ、そうですね。霧ヶ崎展望台でも 1.5 キロ先にあるらしいですけど、今回はね、そこはリストに入ってなかったですから、今回はそこは割愛で、こっちから行けるかな。行きましょう。よいしょ。まあ街灯はないんで、これも絶対日中に来ようとあるところですけどね。道はだいぶ歩きづらいんで、足元はね、ちょっと気をつけながら、まあ明るければ大丈夫でしょう。次の名所がどこだったっけな。ここはちょっとお手洗いがなかったからな。1時間に1回お手洗いに使う男ですんでね。今日はね、水控えてるんだけどな、うん、朝に買ったやつまだずっと残ってるんですけどね。あ、コーヒーは飲みましたけどね。さあ、次の目的地までは、どこかな。